勝ラウンドロビン3位で残りました。こちらが木村敏夫、プロ入り今年が21年目になります。左側の23番レーンからのスタートです。まずは1投目、ゆっくり出すボールですがちょっと厚めですがストライクスタート。そしてラウンドロビン2位で残りました。これから小山康代が右側24番レーンからのスタートになります。大久保さん、この小山がアンドロビンの6ゲーム目で公認48号パーフェクトを出したんですよね。そうですね、その女子の場合はですね、はい、年間にパーフェクトゲームってのは2つか3つしか出ないのが、はい、今大会2つ出ましたからね、はい、でその1つをこの小山、うわ、両方ともにストライクからのスタート。そうですね、非常にあの2人ともレーンのコンディションに合ってるようですね。そうですね、あのリンゴさんはね、はい、初めてこう女子のっていうか男子の大会もこれ初めてだっていうことなんですけどね。はい、もう本当プロの方の初めてなんですよ、いきなりのストライクのスタートでしたね。すごいですね、あの俗に言うかまし合いっていうんですか、うん、もうなんかすごい気迫が、はい、さあ第2フレームですが、ちょっと中へ落としてしまった。あ、落とした瞬間に分かるんですね、もうダメだっていうの女子の方って、はい、石原さん、あのこういうマッチゲームですから、はい、見えない部分での戦いっていうのも選手同士はあるんでしょうね。そうですね、とりあえず相手に勝つことが目的ですから。これ大体女子プロの方は何ポンドぐらいお持ちなんですか。そうですね、大体15ポンドちょっとっていうのが多いですね。ちなみにリンゴさんは何ポンド使ってますか。普段8ポンド可愛らしくいきましたが、これあの大久保さん、やっぱりある程度の重さがないとピンも倒れない。いや、あのそれより8ポンドでもいいんですよ、その人に合った重さというのがやっぱり一番いいんですよね。なるほど、ですから力のある人が軽いボールを持つと、はい、滑ってダメなんですけどね。さあ、こちらも7番ピンが1本残りました。木村の方は86年のジャパンオープンから優勝がありません。勝てば7年ぶりということになるんですが、まず3位決定戦を勝ち上がらなくてはいけませんが、まあ、予選1位、それから準決勝も1位で残ってきまして、決勝ラウンドロビンで3位に下がりましたが、まあ、とにかくせっかく予選準決勝と1位で残ってきたんだから、ここは何としてもということを言っていました。さあ、そしてこれから左側ですが、福岡さん、この、はい、木村のね、投球、はいはい、ビデオペンを使って、そうですね、印のですね、スパットの2つ目か3つ目ぐらいの間を狙うと思うんですね。はい、今リムさん画面に出ますでしょうか。そういうような感じで狙っていくという、この線の上を行けばまずストライクになるという、さあ第3フレームです。来ましたか。ちょっと暑かったですね。1番3番のポケットにほんのわずかなんでしょうけれども、今みたいな場合、石原さん、投げた瞬間に本人はタップするなって分かるんですか。そうですね、今のは1フレーム目もちょっと厚めいったんですけども、ちょっとやっぱり内へ行ってるかなっていう感じがしますね。左の方はちょっと遅いイメージで、はい、あの考えてるみたいですね。ストライクのスタートでしたが、その後は第2第3フレームステアです。さあ一方の小山ですが、こちらは大久保さん、ちょっと投げ方っていうのは木村とは違いますか。いや、あの同じようなところを投げてますね、そしてどちらかというとこの小山の方がですね、今日のコンディションには合ってるような気がしますね。ああ、そうですか。で、一つ一つのボールの選択もありますからね、今の時点でしたらこのコンディションですとこの小山の方が合ってるよ。ああ、その通りストライクが来ました。小山は第3フレームでストライクを取りました。この後女子3位決定戦後半の模様をお送りします。現在木村が20ピンリードですね、23ピンぐらいリードしてます。もう一つ来ますと30ピンリードで後半に入るというところですね。第7フレームに入ります。来ればターキーですが、どうかな、来ました、3連続のターキーです。こういう時のその相手の気持ちっていうのはどうなんでしょうね。相手がターキーを出した時というのはやっぱり嫌ですよ。木村にとってはこれ見ようということでですね、小山の方は
クストライクになるななるなと後ろで見てますからね。なんか嫁姑の気持ちみたいなもんですかね。もう勝つためにはこれ小山もここでストライク出して、そうですね、はい、これが第7フレームになります。切るわけにはいきませんが、ちょっと出しが来ました。ダブルです。嬉しそうな顔されますね。そうですね、これで20ピン差、もう一つ来ますと10ピン差に縮まりますからね、はい、そしてもうこの辺から8、9、10と後半のフレーム入りますから、もう一つ出して木村の投球を待つということですね。これでストライク出て待つ時と全然気持ちが違いますよ ね、 相手に対するプレッシャーも違いますから。そうか、さあ第8フレームです。クレバこちらもターキーになりますが、これはすごいすごい、こちらも3連続ターキーです。さあこれで後半の勝負、本当に終盤の勝負になってきました。そうですね、文字通り後半勝負、ワンマーク差、はい、これから投げる木村がワンマークリードということですね。もう一つ来ますとツーマークリード来ないと小山が乗ってますからね、木村にとっても大変です。第8クレームの止め、あーちょっとヘッドピンを外してしまいましたが、今のは石原さんどうなんでしょうかね。そうですね、やっぱり24番の方が、はい、やっぱりコンディションがどうしてもあのボールの曲がりづらいコンディションなので、今みたくあのちょっと出し気味に行くとどうしてもあの曲がらないっていう、はい、イメージになってますよね。今のは完全に失敗ですよね。さあどうかな。あ、これは取りました。しかし見ている側にとってはこれで本当に面白くなりましたね。そうですね、ドキドキしてきた。ワンマークさん、文字通り9フレーム10フレーム9点勝負になりましたね、はい、さあ第9フレーム、こうなるとですね、今これから投げるリードしている木村の方が嫌な感じなんですよ。10ピンリードで9フレームに入るという。先ほどはうまく合わせてストライクを持ってきましたが、どうかな。あっと天秤が残った。いや、これでホッとしたのは待ってる小山なんですよ。これ9フレームですからね、小山はホッとしてますよ。木村の方は、そして悔しい球。第9フレームストライクが取れません。ファンデーションはつかなかったんですが、ここは確実にスペアを取ります。さあそしてこれから小山康雄第9フレームの投球になります。このゲームの最高の山場の1球ですね、はい、ここで来ればチャンスがありますし、来なければ非常に勝つことが難しいという、ぜひともストライクが欲しいですね。来ればこれぴったり並びますから、はい、4連続ということになりますが、この表情、さあ注目の1投だ、どうか、来た、すごい、来ました4連続です。第9フレームファンデーションの4連続、さあこれでぴったり並びました。いよいよあと1フレームの点くれ残しということですね、はい、これはやはり追い上げてる方が精神的に有利ですか。そうですね、今ぴったり並びましたからね、はい、今のストライクでこの小山が追いついたということです。でもう一つ来ますと今度はリードするというところですね。とにかく丁寧に丁寧に投げてきたというこの大会での小山、それがこの成績に結びついているんでしょうということでしたが、さあ第10フレームの1投目です。どうかな、来ました。いや今のはですね、はい、ヒットをしたんですよね。あ、そうですか、完全にヒット、ところが結果的にストライクが来たという一球。今ちょっとニコッと笑ってましたけどね。今石原さん本人はちょっと中へ投げすぎちゃったということなんですか。そうですね、やっぱりコンディション的にもそうなってもいいようなアングルをね、使ってるみたいですね。さあしかし第6フレームからストライクが続いています。くれば6個目、今度も来ました。素晴らしいボールだ。今のは本当にピンが真っ二つに分かれましたよね。はい、そうですね、すごいボールが来ましたが、これで決定ですね、はい、小山の優勝決定戦進出が決定したわけですね。見事な逆転ですね。いいゲームだったですね。
第10フレーム、これが最後の投球になりますが、ストライクで締めくれるか、あっと今度は7本カウント237。いいですね。232ですね、はい、これから木村ですが、木村はやはり第9フレームの9本というのはこれやりたかったんですね。そうですね。しかしあの勝負ってのは分かりませんよね。小山が5フレームでミスをしてどうかなと思ったんですけれども、結果的には小山の方が勝ったということですからね、はい。左が1本ピンが残っています。これからスペアを取りに行きます。そしてこれからもう1投残しています。第10フレームの最後の投球になります。この大会は予選1位、そして準決勝も1位で通過してきましたこの木村ですが、決勝ラウンドロビンで3位を、テレビ決勝3位決定戦、終盤まではリードしていたんですが、終盤小山に逆転されました。悔しいでしょうね。これは悔しいですよ。途中までトップでリードして、最後はストライクで決めましたが、232-213で小山康代が勝ちまして、優勝決定戦進出を決めました。